ご視聴ありがとうございます。岐阜のカニフェスタです。今回は明智光秀産湯の井戸と時明智城をご紹介します。明智光秀産湯の井戸と時明智城は恵那市の大正村にあります。明智警部補交番の前の道から登ることができます。戦場時期砦の看板から約 0.5km 登ったところにある戦場時期公園内に明智光秀産湯の井戸があります。伝承によれば明智家11代光秀は大永6年1526年3月10日ここで生まれ、この井戸が光秀産湯の井戸だと言われているそうです。しかし明智光秀の出生地は分かっておらず、岐阜県山形市と岐阜県可児市にも明智光秀の産湯の井戸跡が存在しています。この産湯の井戸のある戦場時期公園一帯が時明智城です。時明智城は多良砦、落合砦、戦場時期砦とも呼ばれています。明智城の出城として築城されました。見晴らしの良い本丸跡には現在は展望台が設置され、明智城を一望できるようになっています。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。